ードコア TT シリーズになりますが、最大の特徴としては重心移動の玉がですねタングステンになっていて、より飛距離を飛ぶように設計してあります。ちょっとまあカラー分かりにくいんですけども、ハードなこうカラー塗装を施されていますので、だからこうフックとかのですねこう傷とかですねそういったものもつきにくくなっております。テストの期間こうずっと使ってですね、まあレンジですね、そのこう同じまあタイプのリップレスなんですけども、まあ足場の高いところだったらこっちの MD 使って、低いところだったらこっちのシャローレンジのこのリップレスを使って、いろんな風にですねシーバスだったりヒラスズキだったり、まあヒラメサーフとかの釣りもですねどちらも対応しやすいようになっております。サイズ展開はまあこの小さいですね、こちら 90F ですね、普通のリップレス、あのシャローレンジの方は9センチですね、こちらの MD の方は95になっております。ほとんど一緒なんですけどもね、こう、まあ、例えばこっちヒラスズキとかですね、しっかり大きな針をつけて磯でもハードの使い方もできますし、ちょっと小さなベイトとかそういうのを食べてる時とかですね、シーバスのヒラスこの9センチでより表層をしっかり泳がせるというモデルになります。新しくですね追加したのがこの9センチのシンキングなんですね。キャストして投げて巻くだけでも十分浮いてくるんですが、こう時折ジャークとかを入れるんですね。こうするとこう揺らめくような動きをします。浮き上がってこないシンキングペンシルみたいな感覚で思っていただけると、非常にその橋脚についてるシーバスとかですね、こう目の前で食わせるというイメージですね、レンジをキープして使うのにいいと思います。いろんなフィールドでですね、まあリップレスとして、まあ、シャロー攻略ですよね。水面から、1メートル下までぐらいのこのレンジをですね、いかにその綺麗にトレースコースを変えていくかといった感じでこの使い分けができると思います。よっしゃー来た、やっぱりよっしゃ来た、よっしゃ来た、いいぜよ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、めっちゃ超えてる。楽しいというか、これ大変やね。おー。